にちは、小野正俊です。渋谷にあるボーカルスクールビッセというスクールでマンツーマンレッスンを行っております。はい、前回に引き続き今回もスタッカートのパターンを使って練習をしてみましょう。前回で全部話し切ろうと思ったんですけど長くなってしまいまして、だからスタッカートパート2的なことですね。今回はいくつかパターンをやって最後にはハでやる、音程を気にしつつ喉をしっかり締めることを気にしつつ喉を開くことを気にしつつやると。で、今度はさらに細かいんですがこんなことを気にしてみてくださいというお話です。子音と母音、まあアイウエオ、これ母音ですね。例えばマミムメもローマ字で書いたら M が頭つきますけどこれは子音ですね。 MA の M、 マ、この子音と母音っていう意識を持っていた方が歌ってる時はいいのではないかと私は思っております。発声練習でよく声を響かせましょうというような話をしますけども、要はそれ響かせるというのは母音の話でですね、で母音というのはまた演出でウィスパーボイスだったり何だったりっていうのをしない限りは母音は基本的には必ず声門閉鎖といって、まあ声帯を閉じて発語発声している。となので母音は歌う上で母音でメロディーをしっかり表現すると、そして子音でちょっとかっこいいこと言えばそこでニュアンスとか感情表現をしましょうということです。こうやって普段喋ってる時はよっぽど何か事情がない限り子音と母音っていう意識を持って喋ってる方はそういないと思うんですけども、まあ、歌の場合はぜひ子音と母音意識してみてください。でスタッカートでハで、普段やってるんですけどもハはまあローマ字表記で HA、 まあ H の方が子音で、A の方が母音で H、 ハ、あ、ハ、ハ、これまた僕が普段やってる説明で言うと普段喋ってる時はですね子音母音がもう一つでハ、ハっていう感じだと思うんです。歌の場合はやっぱりハ、あ、ハっていう子音とあーっていう母音2つがくっついてハになってるんだと。ハ、ハ、ハ、ハじゃなくてハ、ハ、ハっていう感じで子音母音子音母音っていう意識が持てるといいなと。でついでに言っておきますと今ハで言いましたが書きくけこ、さしすせそ、たちつてと、はひふへほ、あとパピプペポ、今言った5つの行の子音は、無声子音ない声で子音、無声子音無声音というグループで声帯を閉じずに子音が作られてるんですね。はぁとかすとか、まあ、それだけでは音程が表現できないんです、無声子音というのは。だから例えばはぁはぁ、後ろの母音で、初めてその音を表現すると。なのでスタッカートで歯でやるときにハハハハハゆっくりやるとハハハハ、いつものこのスタッカートのテンポで言うとハハ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 ハ、もうシンボインシンボイン、母音でかろうじて音程を表現してんだけどもその前の子音に強くアクセントを置いてやってみたらどうかとか、そんなことで、スタッカートを使って子音母音の意識が高まるといいなと。でさっき言ったように、もう一つ違う方をすればハは声帯閉じてないですからそこからハハハ
はって「あ」に向かっていくときにこう声帯閉じるわけですね。でそこで息から音になっていると、その感覚もこの153という速いテンポだけども感じられるといいなと。はっはっはっ、これやるとやっぱりはっにアクセント強くやろうとしてやるとよく陥りやすいのが、はっ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 で、あもはーはーってやっぱり声帯閉じきれずに漏れちゃってると。そこは意識してやっぱりコントロールして、はっ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 、シンボインシンボインと、これをぜひ意識してやっていただきたいなと。でも本当にいいシンボインと。でこれちょっと余談になりますけども、さっき言ったように子音で感情表現って言いましたけど、特に無声子音、さっき言った家業作業他業ハ業とパピッパポですね、これは声帯閉じずに作られてる子音なので、普段人ってですね、感情が高ぶるとそれに伴って呼吸って強くなるんですね。で強くなった呼吸でわっと喋ると、例えば寒いとかですね、暑いとか、うるさいなとか、汚いなとかっていうことで、息の強さがそのまま無声子音の発音の強さとして出るんですね。だから例えば、あなんか これ好きっていうよりも、好きって言った方が好きな感じがしますね。受け手の方も多分好きって言われるよりも、好きって言われた方が好きなんだなって感じると思うんです。だから歌の時に僕は無声子音をちょっとこう意識して強く言ってみる。長めにはって言わずに、はってこう言ってみると、同じ細かい話ですけど、一拍はで伸ばす時も、はってこう9対1で母音が1で子音が9なのか、もしくははでも母音9で子音1なのかによって、随分その1音で変わってくるので、ぜひそこに、これは僕が思っていることですけども、そこにもしつなげていこうということであれば、このスタッカートを使って子音母音っていう意識、さらには息から声音っていう意識が高まって感覚として備わるといいなと思っております。はい、次回はですね、今度は発声です。より発声のことにの話をしつつ、ちょっとパターンもご紹介しようかなと思っております。はい、ということでございまして、この動画気に入りましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。小野正俊でした。Shut up.